シューズシューズあれちょっと静江さんです。出てきた。出てきたんです。はい。ただいまの爆発部かもしれない時刻は、ワイギの静江さんです。今日は大げさなの、大げさっていうか、あんたができないのが大げさなんですけど。今朝は散歩してたら、桜の花びらが舞ってて、とっても綺麗でした。集めたらいろんな桜の DIY できるんだろ。わかってます。皆さんの使うもの桜生活を満喫してください。わかりました。どうしたん？そうだって。なんなん？DIY レシピのアプリをお持ちの方に、お頼みセットのレシピ、ロレツ回ってないな、俺。どう考えても俺、ロレツ回ってないな、もう。これ押しとった方がいいんじゃないかな。これ。こんな感じ。寄ってますんでね、今。寄った状態でやってますんでね。お弁当？知らんけど。知らんけど！はぁ。なんだ？スマホ鳴ってる。たぬけじかー！いつもかけてくるんじゃねえぞ、お前！ああ、そうか。回転のボックスに入れた分のあれやな。わかった。ありがとう。事務所ができとんだろ？事務所立て直しとんだろ、お前。事務所行くわ。今から行くわ。誰だよ、この。焚き火立てたやつは。ああ。ここちゃうし。ここちゃうし。ここじゃねえし。こっちだし。あれ、立派な建物建ってるやん。テントでなくなってるやん。っていうか。しつえさん。せつたけさん、どうもどうも。はい。ご覧の通り、立派な案内所が完成してたんだ、もう。それもこれ、もせつたけ先生も初めて、ほら、住民誰も頑張ってなかった気がする。頑張ってなかった気がするけど、お前。で、放送でも紹介したけど、こちら。今回、新しい案内所のオープンに合わせて、よいよいサービスを提供してくれる、できるのに。よっとったら、こんな文章読むようになるんやなって。こちらの姿勢さんをお迎えしてたのも。あなたがおせつけさんですね。たぬきちさんよりお名前を伺っております。はい。まだ着任して間もないので、今は仕事を覚えることで精一杯なんですけど、精一杯頑張りますので、お願い、よろしくお願いします。文章、ちょっと、6割ぐらいしか読めてないけど、与党生で、やめて、体が無条件で倒れていく。体が無条件で倒れていくんだけど。ああ。よいしょ、立ったわ。とにかく、そういうことで、今後は、僕と静江さんの二人で、役割を分担。どういう分担なん？借金取り担当、たぬきちと、ちゃんとした担当の静江さんか。逆に言うと、おい、読むのがしんどいから飛ばすな、ごめんな、たぬきち。酔ってる。まあ、皆さんに酔ってるってことは分かってもらえたと思うんですね。酔ってます。あえて酔ってる状態で撮ってます。なんでことをしてるんです。でしょうね。はい。はい。掲示板の数は増えてません。はい。何してんだ、これは。いろいろプレゼントが来てますんで、それ回収します。まずジョニー。前助けてな、そういや。はい。ジョニーからもらったプレゼントが、どれ？これ？はい。ソンブレロ、アンブレラみたいな感じになってますけど、どっかの民族みたいになりました。ただし、能面の方が好きなので、能面を優先しまして、つけません。残念でした。はい。次。
次なんですけども、は、おは、おか、お母さん、舞い落ちた。桜のひとと、桜ひとひら、髪飾る。花のダンスに心も踊る。花粉を待ってます。母より、花粉に苦しめられてる息子の気持ちわかるのか。俺、マスクつけてるのってコロナの対策っていうより、花粉の対策の方が強いから。その気持ちを母親は汲み取ってくれません。プレゼントは何？ティッシュケース！ティッシュケース！別に、品薄ってわけじゃないのに、デマ情報を流されて買ってしまうやつですね。俺は別に買ってないけどさ、次。エアラインズ。あ、飛行のダルってところね。はい。わかった。もらいます。もらえるもんはもらいます。これ、これ。うん、それじゃない。はい、あげました。アイマスク。船へ飛行船の上でも、こんな感じで寝れます。ただし、能面の方が優先です。はい、能面です。残念でした。はい、そういうことなんで、はい。はい。やばい、酔っとったらこんなことしたら喋れんのかって思います。新しくできた事務所に突撃だぜ！シズエ！シズエ！どこで話してくれるんや、シズエ。ここ乗ればいいんか？乗れない静江、新しい事務所の新しい事務所のやり方わからん。え、静江静江、話してくれよ。へん、たぬきじ頼む。俺のアイデア持ってくれ。どうやってし、え、どうやって話しかければいい。ああ、めっちゃいろんなアイテムあるやん。なんだこれ。ダンボールめっちゃあるやん。クルバイスとか。なんだそれ。どうやって話聞けばいいんや。話聞いてくれんだけど、なんなんだお前。ははああ、タヌキポートだけ俺に優しくしてくれる。ポイントくれる。タヌキショッピングしてくれる。なんや俺。いらん。いらん、もうバカやんけ。どうやって話しかければいいん？ああ。どうやって話しかければいいん？これ。そこじゃない。DIY のスペースめっちゃ狭なっとるじゃない。あ、乗った。あ、乗っかればいいんや。乗っかればいいんや。インフラセーブの話。インフラセーブの話とか知らん。お金払うなあかんの？相談する。はい。何をすればいいって？インフラセーブ。インフラセーブですけど。はい、インフラセーブです！発車坂を手入れしてないですね。はい。お願いしますわ。わかりました。わかったけん。橋よりは坂なんかな。わからん。坂の方が優先順位が高いと思われる。いろんな坂が作れれると思われる。けど赤い方がいいな、俺。はい。進めてくれ。頼む。そうなんじゃー。そうなんじゃー。ハーチの巣いらねえけど捨てられんかった、ここでは。わー。ここでだったら捨てら、ちゃう、それじゃない。
ぽい。ええ広場に物を置かせてくれんの、マジか。はあ、ぽい。ぽいです。ぽいです。ぽいです。はい、ぽいです。ぽいなんです。わあ。これでいいんちゃうかな。こっち乗っかって。はい。建築相談カウンターでインフラ整備ですね。インフラ整備ですね。サッカーの相談でサッカーだったっけね。サッカー登るんでね。階段なしで行ける方が僕は助かりますんでね。はい。赤い鉄骨階段お願いします。はい。はーい。わかりました。はしごですか。はい。そうですか。あ、これやね。これきっとセットすればいいんですかね。とりあえず俺、静江さんにも話しときますんで、こうすればいいのかね。静江さんに話しかければどうそれ、どうなるんですかね。はい、静江ですね。はい、わかってます。スマブラでも出てましたね。はい。頑張りましょう。何を相談、何を相談したい。ごめん、ちょっと酔いすぎてさ、文章ちゃんと読めてないです。何相談したい、今。何相談した何を相談、島メロとか、島の旗とか、出さないけん、いいわ。当面、なんすかトラブルで、別にあったわけじゃないんやけど、そうなんじゃ。なんかして。ガチャ。口癖変えれるやん。前、口癖変えたろ、ガチャさん。お願いしまーす。お願いしますって、元ガチャどんな口癖だよ。わかんないから、どう変わるかわからん。わー、なんも考えてないのに、一応もんつけてやったぜ。もう、酔った力ってこんなもんですね。はい。たぬき、これ見たやん、さっき。さっき見たわー。ダメだ。これ、酔いが覚めた後に見たら、とんでもないことになったんだろうな。まあいいや。このまま進めるわ。あ、しもたらあかんやろ。飛び越えたろうかなって、思っとったのに。階段作れって言おう。だなあ、階段、あれ、使えてる。ほほほ。深夜帯ですから、寝てる人もいるもんですよ。もうここでいいや。はい。ここでお願いしまーす。想像してごらん。はい、想像してみましたよ。こんな感じでやる。いいんじゃん。まあ、OK ですよ。セット。お願いしまーす。はい。作る場所決めました。はい。誰だ電話かけて俺寄っとんやけど、はい。もしもしもし、切なけすけさんです。はい、切なけすけさんですよ。はい、いい、今決めたところ。いいタイミングで電話かけやがったな、お前。俺の姿、どっかへ見とんちゃうかなってね。はにわくん、はい、わかりました。隣のやつね。はい、お願いしますね。設置費用寄付とかしなあかん。うん、まあ、めんどくさいけど、まあ、わかったわ。わかりましたよー。わかりましたからね。はい。飛び越えて。どうしよう。もう終わろうかな。もう、収録始めてまだ15分しか経ってないけど、終わろうかな。もう、よっとけ。これ以上やっても、ダメな気がするな。というわけで、次の日の酔ってない俺にバトンタッチお願いします。はい。終わり。